ビオコ島、ビオコ島は、アフリカ大陸中西部、ギニア湾の火山島。赤道ギニア領であり、島内最大都市のマラボは、同国の首都である。北緯3度45分、統計8度48分に位置する。大航海時代に入り、インド航路を探検する途中、1472年に、ポルトガル人、フェルナンドポーによって発見され、フェルナンドポー島と命名された。 ポルトガル人は、ビオコ島に取り出を築き、領有した。1778年、ブラジル南部リオグランデドスルでスペインとポルトガルの紛争が発生し、ブラジルの権利をスペイン人から譲り受けることと引き換えに、アフリカ本土海岸の一部、リオムニの権利とビオコ島の領有権をスペインに、譲渡したエルプラード条約。赤道ギニアの国土がビオコ島を含む5つの島と、 リオムニに分かれているる。ののはのためであ1781年、スペイン人の占領部隊がビオコ島に到着するものの、薬病により全滅状態となる。その後、1883年クラレント修道会が修道士を派遣した。スペインは赤道ギニア一帯の支配をクラレント修道会に代理させることにした。この後、ビオコ島は奴隷貿易の中継基地となった。 西サハラと並び、スペインがアフリカに有する二つの植民地の一つとして栄える。1823年から1843年までイギリスの賃借地となる。この時、イギリス人は奴隷制度廃止の拠点として、現在のマラボにあたる位置に町を建設した。1843年再び、スペイン領に戻り、イギリス人が建設した拠点は、 サンタイザベルと命名される。スペイン人は現地住民を強制的に徴用し、カカオプランテージョンを広げた。このため、1898年と1902年には大規模な反乱が発生している。スペイン人は現地住民に対する一切の権利を認めなかった。第二次世界大戦後、1958年に赤道ギニアはスペインの県となる。 この時、現地住民は、スペインの市民権を獲得した。1963年には、フェルナンドポーケン、ビオコジマトリオムニ県に分かれた。1966年、将来の独立が決まり、1968年10月12日、赤道ギニア共和国として独立した。しかし、ビオコジマトリオムニは、民族、言語も異なり、距離も離れているため、対立が発生。 さらにスペインはカカオプランテーションの権利を留保し、軍も駐留していたため、問題が複雑化。1969年には全スペイン人が撤退し、社会インフラが停止した。ここで国連の支援が入り、スペインの援助が再開する。以降の歴史は赤道ギニアの歴史の功を参照。なお、 1973年から1979年までは、マシアスンゲマビオゴ島、初代大統領であるマシアスゲマに由来と呼ばれ、その後、ビオコ島となっている。ビオコ島は、ギニア湾西部、ビアフラ湾との境に浮かぶ島である。南北7 0トル、東西6 0トルで、北北東から南南西に伸びる。ビオコ島の面積は、 約2017平方キロメートル、サントメプリンシペ両島を挟んで南西に690キロメートル離れたアンノボーン島、面積約17平方キロメートルと合わせた、総面積は2034平方キロメートルである。ビヨコ島の海岸線は単調であり、167キロメートルに渡る。地理的には、東方のカメルーンに近く、わずか56キロメートルしか離れていない。 一方、南東のリオムニエは2 6 0トル遠方で、ある。北部には、標高3 0 0 8ルの清掃火山である、バシーレ山、旧正、サンタイサベル山がそびえ、南部は、モカ大地をはじめとする高地となっている。南西部には、直径5キロメートルのカルデラ地形も見られる。南部の山岳は、侵食が早そう年期の段階にあり、 断崖と深い渓谷が縦横に走る。このため、交通手段がなく、居住に向かない。ビオコ島は、アフリカプレート内にある、ホットスポットのうちの一つによって形成されたものである。ホットスポットは、カメルーン高原から、標高4095メートルのカメルーン山をはじめと、するカメルーン山脈、ビオコ島、サントメプリンシペ。 さらに 2000km 遠方のイギリス領のセントヘレナ島に連なる海底山無薬群であるギニア海棒を形成した。ギニア海棒は北東から南西に向かって伸びており、これはまさしく年間0.6から 1.2cm 動くアフリカプレートの移動方向と一致している。主要都市は赤道ギニア首都のマラボ、港湾都市のルバ、南部の中心都市リアバである。 赤道ギニアは、全土が、欠片の気候区分でいう熱帯雨林気候であり弱い、寒気が存在する。ビオコ島は6月から8月が雨季、12月から2月が寒季となる。これは1月に、ビオコ島の直上まで、赤道収束帯が南下するためである。ビオムには常に、赤道収束帯の南に位置するため雨季と寒季は、ビオコ島とは全く逆になる。 首都マラボの気温は16度の33度の範囲で、あるが、モカ大地では21度以上にはならない。降雨パターンは、島内でも変動が激しく、マラボの年間降水量は1930ミ、mm、リメートルだが、最南部のウレカでは1920ミ、mm、リメートルにも達する。これは、美コ島にそびえるマラボ山の影響である。同様の気候パターンは、カメルーン山やハワイ島でも見られる。 実際には、マラボ山との位置関係だけでなく、標高によっても微小気候が成立している。ビオコ島はほぼ赤道直下にあるため、森林限界は2200メートルである。標高700メートルに達するまでは、熱帯雨林気候なのだが、700メートルから1500メートルに至る高度では、雨量が急速に増加し、最大4000ミリメートルまで増える。 ビオコ島の気候、特に香水パターンはカカオの栽培に向いている。植民地時代にはナイジェリア東部から反強制的に連れて来られたイボ族とイビビオ族が栽培に従事していた。これらの住民をニヘリアノスと呼ぶ。第二次世界大戦後はやはりナイジェリア人季節労働者がカカオプランテーションで栽培に携わっていた。ところが 赤道ギニア政府の支給する賃金や労働条件が劣悪であるため、ナイジェリアとの間で関係が悪化。1975年には季節労働者の渡航を制限したため、2000年時点ではプランテーション労働者が不足している。1992年4月、悪売油田の原油生産が始まる。1996年からはアメリカ合衆国のモービル石油が 海底油田ザフィーロ油田からの原油採掘を開始、石油ブームが起きる。ビオコ島の交通網は整備されている。マラボ港トルバ港はリオムニのバタ港と並ぶ主要港湾である。道路の建設が進んでおり、ビオコ島の高速道路は総延長距離 300km である。1964年にはマラボ空港がジェット機の離着陸が可能になっている。 バタ空港やカメルーンのドゥアラ空港との間には赤道ギニア航空の定期便が設定されているほかスペイン、モロッコ、ナイジェリアなどへの国際便も発着しているビオコ島には赤道ギニアの人口のうち約1、101, 4が居住するビオコ島には先住民族がいない現在記録にあるのは13世紀にアフリカ本土から逃れてきたカメルーンに起源を持つ バントゥー系民族、ブビ族である。ブビ人の交渉記録によるとビオコ島は無人島であった。大陸側のリオムニはさらに17世紀からファン族、現在の主力民族とパムエ人の侵入を受けたが、ビオコ島とは無関係な動きである。2005年現在でもブビ族とファン族の対立は続いており、ブビ同盟を結成し、後にビオコ自治運動となり、 分離独立運動を続けている。ビオコ島は、初等教育が充実しており、識字率が90%を超えている一方で、リオムには70%を下回っている。ビオコ島には、フェルナンディノと呼ばれる、クレオール人も少数だがおり、中流階級を形成している。19世紀に、イギリス海軍によって解放された奴隷の子孫である。スペイン人とポルトガル人の子孫も数千人が、 残っている。クレオールのフェルナンディノ人やスペイン人たちは少数派だが植民地時代に長年にわたり政府と商業を支配してきた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。